この動画は横浜エアキャビンの全面展望です。みなとみらいを代表する観光エリアを空からお楽しみいただくとともに、ロープウェイの各設備をその前後で解説しています。21年4月に開通した横浜エアキャビンは、桜木町から運河パークまでの628メートルを結ぶ日本初の都市型ロープウェイです。ロープウェイは単線自動循環式で、冷房付きの8人乗り半機が秒速 4.5 メートル、時速 16.2 キロで結んでいます。その施工と運営は専用工業が行っています。専用工業は大阪花博やディアパークゴルフクラブでのロープウェイの施工実績がありますが、ここでは日本ケーブルの技術協力を仰いでいます。意外と空いてるんですね。午後混んでくるんですか？午前中は、ね、午前中比較的空いております。そうなんですか。桜木町が午前中が混んでおります。カードですよね。カードですよね。ここに階段があったんだ。なるほど。